小倉競馬第2競走2歳未勝利戦ダートコース 1000m 12頭によって行われます。風は向こう上面ですと追い風となります。向こう上面のスタート地点、今フェブソラーレだけが収まっていて、3番の金戸師匠か、この2頭、そして今3頭目に7番コパのマイアミが収まりまして、奇数番の各馬がゲートに向かいます。続いて偶数番4番アルテミーナ、強い日を受けての枠入り。さあ残る3頭、エスカル、ドンアポロン、ゲートに収まります。最後は12番ラビンローゼス、ラビンローゼスがゲートに向かいます。収まりました。スタートしました。好スタートは10番ドンアポロンです。出ました。リードは半馬身、そして9番のボビーに首ったけ並んでいきます。さらには8番エスカル、前3頭、あとは3馬身差。7番コパノマイアミが4番手、あとはこういう亀さんよ、うちは3番金戸師匠家です。さらには11番のバガリーロータス追走しまして、あとは3馬身差。外に12番のラビンローゼス、4番アルテミーナ追走、3コーナーカーブ、後ろから3番手には5番のフェブソラーレ、そして遅れまして2番のコパノアマンダ、最後方1番ポンズ、前は3、4コーナー中間、残り400を通過して先頭8番エスカルです。抜けています。リードが1馬身半、4コーナーカーブから直線へ、2番手には10番のドンアポロン、そして3番手9番ボビーに首ったけ、あとは離されて今3番金戸師匠が追い込んでくる。残り200を通過して8番のエスカル、リードを広げた。4馬身5馬身、10番のドン・アポロンが2番手で、3番手は接戦になりそう。外から懸命にコパのマイアミなど追い込んでくるが、エスカル五輪、2番手ドン・アポロン、3番手は広がりました。うち9番のボビーに首ったけ、外7番コパのマイアミ、この2頭が3番手4番手争い並んでいます。人気に応えました。8番エスカル快勝。先行争いから先手を取って直線突き放しています。最後はリードを5馬身以上広げましたか。2番手は10番のドン・アポロン、その後3番手最後広がっての接戦、うちの9番ボビーに首ったけか、外追い込んだ7番のコパノ・マイアミか。3着はやや際どくなりました。勝ち時計58秒1、上がり4ハロン46秒0、3ハロン35秒5です。エスカル、そしてドン・アポロン、その後3着は9番ボビーに首ったけと発表されました。4着7番コパのマイアミです。8番10番9番7番、5着は3番金戸師匠か。レースの確定までお待ちください。小倉2レースが終わりました。アメリカンファラオ産駒の外国産馬エスカル、これは早かったですね、はい、勝ち時計も58秒1ということでレコードに近い時計が出ております。2着が10番のドン・アポロン、3着打ち粘ったボビーに首ったけでした。8番10番9番1番人気3番人気4番人気です。単勝8番 2.4 倍、枠連67 2.2 倍、馬連8番10番 6.3 倍、馬単8番10番 12.2 倍、三連複8番9番10番 12.8 倍、三連単8番10番9番 46.0 倍です。確定までお待ちください。